どうも部長です。今回ですね、またガチャーネン箱買いしちゃいました。今回はこのガチャーネンのシリーズ最終作ということでございます。まあ前にもね、一回ガチャーネンの箱買い動画やったと思うんですが、そちらの方では、全部一気に作るっていうことをやったんですけども、まあそうじゃなくてやっぱ色塗りたいなということで、今回はこれのうちの一つを塗って遊びたいなと思います。まあガチャーネンということでね、この通りガチャなので、何が出るかわからないようになっておりますね。まあせっかくガチャなんでね、塗装といってもがっつり塗装っていうよりはお手軽にパパッとやれるような方法がいいんじゃないかなとか考えておりますが、さあ何色が出るんでしょうかね。全部で3色ありますね。白、黄色、パープル、その3つでございます。どれが出るかな。なんだろう、いくつになってもガチャはワクワクするね。お、白、白が出ましたね。まあどの色が出ても一応成型色生かしでやりたいなとは思ってたんですが、はい。そしてデカールありますね。デカールも貼っていきましょうね。こちらのタイプですね。フリーゲ、フリーゲの白が出ました。アメリカンホワイトね、ジャポニズムパープルなんていうのもありますね。はい。そしてブリティッシュイエロー、まあまあ国のイメージを表したカラーなんですね。全部でスーツがね3種類ありまして、そのうちの今回はフリーゲでございます。さあガチャーネン、ガチャとはいえね、侮れませんよ。なかなかのパーツ数ですからね。もう立派なプラモですね。はい。そして台座もついております。はい、台座ね。そしてね、まあタイプにもよるんですが、このこちらのタイプはなんとクリアパーツまでついているというね、これはいいですよ。じゃあ早速組みますかね。さあというわけで組み終わりました。これすごいのがね、中にパイロットも入ってるんですよ。でパイロットが入ってて、しかも、ヘッドパーツが男性パイロットと女性パイロットの2種類入ってるんで、自分の好きな方をつけれるということですね。あとデカールはまだ貼っておりませんが、この後貼ろうと思います。さあ簡単フィニッシュなんですが、全く塗り分けなしっていうのも寂しいじゃないですか。そこでね、まあ軽くガンダムマーカーでちょっとだけ塗り分けしましょう。これで筆で軽く塗っていきますね。手とかね、この手のパーツなんかぐらいはちょっと塗っときたいところでね。さあ本当に一部、関節部分とかね、この隙間の関節の隙間の部分とか、あと手のところ、マニピュレーター部分だったりとか、あとはスラスター、あとパイプ類、あとなんかよくわかんない上のフィンみたいなのね、これだけを、こちらのねガンダムマーカージオングレーで塗りました。まあこのガンダムマーカーのねいいところは、筆塗りでね、僕はほとんどの場合筆塗りで塗ることが多いんですけど、あんまりムラにならないんですよね。でベタベタって塗っても塗膜がそんなに分厚い感じにならない。ただちょっと欠点もありまして、アルコール系なんで、多少塗膜が弱いですね。はい、っていう欠点もあります。あと乾きが遅い、その2つぐらいですかね。あとはね、筆塗りで塗るにはね、ガンダムマーカーとてもいいですよ。僕はよく使ってますね。はい。なんでちょっと乾くのを待ちます。待ってからこの後デカールを貼っていきたいと思います。でこの時点で、筆ムラとかね、はみ出し、塗り残し、そんなに気にしないです。あとあと汚していくんでね、この時点ではもうその辺はもう無視して、本当に大雑把にザザッと塗った感じですね。あ、ごめんなさい。あとパイロットもね、クリアパーツからチラリと見えると思うんでちょっとだけ塗りました。さあでは続いてデカールを貼っていきましょう。こちらのシートに浸して、まあ全部は貼らないんですけれどもね、このうちいくつかいいなぁと思うのをね貼っていきたいと思います。
さあこんな感じでデカールを貼り終わりまして、正直ねまだ全然乾燥時間が足りてはいないと思うんですが、まあいいでしょう。うん、多少シルバリングしちゃうかもしんないんですけれども、このままツヤ消しを吹いちゃいます。クレオスさんのミスタースーパースムースクリアツヤ消し、こちらでいきたいと思います。もうこのままね上からぶっかけちゃいます。まあこのツヤ消しはねラッカー系なんで多少ガンダムマーカーが溶けちゃうかもしれませんが、正直この上からね、最終的にウェザリングを施していくので、ここではねムラとかね、ちょっと溶けちゃったりとかしても全然気にしないです。このままいきます。さあツヤ消しを吹いた後は、軽くチッピングを行います。チッピングに使うのはガンダムガンメタですね。ガンメタリック、こちらもガンダムマーカーで出していきます。うわドバッと出た。こちらスポンジヤスリ、まあスポンジ、スタンピングスポンジみたいなのがねあればそれでいいんですけれども、こういうスポンジヤスリのスポンジ部分をちぎります。ちぎってこれをですねピンセットでこのようにつまんでちょんちょんとつけて、でまあつきすぎた分はペタペタペタと、であとはエッジの部分などにポンポンと、まあ多少派手にいっちゃってもいいですね。さあピンセットでずーっとつかんどくのはしんどい場合はこういうねあのウェーブさんの反作用タイプのやつでねグッと握ると開く、で離すと掴むっていうタイプの、こちらだと楽にやれますね。さあ割と分かりやすく派手めに汚してみましたね。さあこっからですね、こっからが本番です。こっからはですねちょっと粉もん使っていきます。まあ粉もんといってもね、もちろんたこ焼きとかお好み焼きとかではございません。こちらのタミヤウェザリングマスターね、こういうまあパウダータイプのやつとかをね使いまして全体的な色味を整えていこうかなと思います。あとねあのスラスター部分なんかの焼けとかもね、こちらを使って表現していこうと思います。さあこの D セットがいいんですよ。青焼けと赤焼けとオイルとありまして、まずはですね全体的にオイル、まあオイルじゃなくてもねすす系とかでもいいんですけれども、まあチャーグレー系ですよね。これをねもうあんまり遠慮せずにバシバシいきます。ちょっとストレーキングっぽいね感じの流れとかを意識したい人はちょっとその方向とかも考えながらやっていくといいと思います。クレオスさんのね粉もん系のこれ何筆なんでしょうかね、クレオスさんのやつ。このセットでついてるねあのこれと同じような質感の筆なんですよ。筆ブラシわかんないけど、なんでちょっとねあの色味がこの元の白とは変わっちゃうかもしれないんですが、これ込みのグレーというかその色がベースの色となる感覚ですね。でこれでブラシをすることによってこのドライブラシ的な感じでねある程度は墨入れしなくてもモールドが強調されますんでね。先ほどのチッピングもね少し浮いちゃうんですよ。いきなり白のところにがっつりグレーとかねガンメタとかが乗っちゃうと、なので全体を統一させるというような感じのつもりでもあります。
まあ、ウェザリング僕もそんなね、うまいわけではないのでね、偉そうに語ってもしょうがないんですけども、僕はそんな気持ちでやってますということです。知らんがなって言ってくれてもいいです。ちょっとね、派手にやりすぎたかなと思ったらそれがちょうどいいです。もうそれぐらいでいっちゃいましょう。一色だけだとちょっと単調になっちゃいますんで、今度はですね、ウェザリングマスター B のサビとススを使っていきます。サビなんかはね、あのちょっと入り組んだところとかにを中心にやってあげるといいかなとか思います。ただそのサビ表現をするっていうよりは、あの色味を増やす感じなんで、あんまりこだわらなくてもいいですけれども、で、すすのやつをですね、このすすの黒をこのエッジのところに、今度はここがポイントになってくるんですね。もうエッジ狙い、まあ言ったらちょっとクリアブラックでシャドウ吹きするよみたいな、その感覚に近いかもしれないですね。こういう感じで、とにかくエッジのところを中心に、まあ多少ドライブラシするような感覚に近いですかね。こういう感じで乗せていきます。それはもう全体にやります。パーツ外せるところはまあ外してやっていきますが、まあ外せないところは上からでもいいですけれども、ここが一番ポイントになってくるんですよね。もういろんな色は乗せたんですけれども、最終的にはエッジ部分にススで、ススが乗りすぎちゃって、あのチッピングのガンメタがね、もうちょっと隠れちゃったりとかしていいです。もうそれぐらいの感じで、ガンメタはちょっとね、あの大げさにやってあったんで、それが少し馴染むような感じにね、そのまんまだとどうしてもちょっと浮いちゃいますん で、こういうねモールドのところなんかもエッジの部分に強調するように、ススをエッジのところに塗りまして、こんな感じですね。あとですね、このスラスター部分、このスラスター部分に青焼けと赤焼けで焼け表現をやっていきます。まあ、エアブラシなんかだとクリアブルーとね、クリアオレンジを吹いたりとかするんですが、まあこっちの方が楽っちゃ楽かもしんないですね。青い粉を乗せていくだけなんで。でも結構それっぽくなりますよ。どうでしょう、見えるのかな。スラスター少し夜景表現が入りました。さあこっからはこれを使っていきます。これ、ガイアさんの何でしたっけ、これ名前フィニッシュなんちゃら、ちょっと待ってね、調べます。そうそう、フィニッシュマスターですよね。はい、これを使いまして、このまんまだとちょっとね行き過ぎというか、あとね単調すぎるので、これを使って、これ粉なんでね、あの今塗りつけてるだけなので、これで今度は面の真ん中辺、ハイライトを入れるつもりで真ん中辺を少し落としていきます。まあ、ティッシュでもいいんですけどね。明るい部分を落としていって、まあちょっとグラデーション的な
感じにしていきますね。水とかをねつけるとはっきり落ちるんですけど、はっきり落ちすぎちゃってちょっとね、なんていうか、そこだけメリハリつきすぎちゃっていい感じのボケ具合が出ないんでね。さあ、そしてウェザリングが完成しました。こっからですね、さらにもう一度コートをしますね。つや消しスムースクリアでもう一度コートをします。というわけで完成でございます。まあ言ってもね、簡単フィニッシュなんで、全塗装ほどのクオリティっていうのはでなかなか出てないなとは思うんですが、それでもね、1日でまあ数時間ぐらいでねちゃちゃっとやれるので、そういう意味ではこういう簡単フィニッシュで遊ぶのもいいかなと思います。まあ特にね、今回はタミヤのウェザリングマスターが、これが非常に面白かったですね。今までね、こういう粉系のやつあんまり使ってなかったんですが、これからね、これを非常になんか楽しかったので、これを機会にいろいろ使っていこうかなと思いますね。なんか他のキットでもちょっと試してみようかな、ウェザリングマスターをどこまで使いこなせるかみたいなのをね、ちょっと練習がてらやってみたいと思います。まあガチャーネンね、大きさは小さいですけれども、まあ500円で、パーツもねしっかりしてて、うん、デカールまで入ってて、これはいいんじゃないでしょうかね。うん、皆さんもぜひガチャーネン見つけたら買って作ってみてほしいなと思います。さあ、というわけでね、今回はガチャーネンを粉系のアイテムを使ってね、サクッと楽しめたんですが、粉系ちょっといいですね。もうちょっとね、なんか可能性がね見えてきましたので、これはもうちょっとちゃんと勉強したいなというところで、まあちょっと思いついたんですが、これ桜井総統に奥義伝承で次回やってもらおうかな。うん、ねえ、それでちょっとみんなもね、勉強したいでしょ、見たくないですか。そういうことでちょっと頼んでみようと思います。なんで、桜井総統が OK してくれたら、次の奥義伝承で、見せてくれると思います。というわけで今回の動画は以上でございます。お気に召しましたらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。